水曜チャンネルです。昨日の試合が、まあ、試合だっただけにちょっとねもう悔しいんで、まあ、今日も野球見ようかなって思ってドゾマリンに来ました。で、今日の先発ピッチャーは、ロメロ投手ということで、前回の、自分ホークス戦でロメロ投手を見たんですけど、まあ、あんなピッチングされちゃ今日も困るんで、絶対に阪神打線を抑えて、行けたら、てか阪神打線絶対に抑えてくれ。 OK、 じゃあ行っていきましょう。勝ちました。よっしゃ、勝ちました。3対2で、まあ接戦のロッテが勝ちました。まあ今日の試合は、まあ何ですかね、あの先発ロメロ投手だったんですけど、まあ初回こそちょっとバタバタしたんですけど、まあ2回以降はちゃんと、ストレートの球が結構重かったんで、まあ、本来のロメロ投手のピッチングが見えたかなって感じだったんで、めっちゃ安心しました。で、打線の方は、まあ、ツーアウトから、まあ、チャンスをつかむっていう野球ができてたので、非常に良かったです。高部選手とレアード選手、レアードの2点タイムリーはかなりでかかったですね。はい。まあ、佐藤輝選手の、まあ、ツーランホームランちょっとヒヤッとしましたけど、まあ、その後のしっかりと切り替えていけたら良かったかなって感じです。最後の増田選手もしっかりワンツースリーで、抑えられたのも結構でかかったですね。いやマジで良かったです。ということで、いやマジで今日急遽見に行って、そして勝って良かったです。マジでいい週末になりました。
そして次はヤクルト、そして巨人と迎えるんですけど、まあこの波に乗ってもっと勝って、まずは A クラス狙っていきましょう。頑張りましょう。以上、スインガーチャンネルでした。あざっす。